同じコーナーご覧になったと思いますけど、手足で物を握ることができますのでね。でよくよく見ると実は足の方が指が長いです。握る力っていうのは足の方が強いと思ってください。だから私たち人間と全然違うのが、登り棒をねイメージするとこう登った後そのまま私たちはスーッと降りますが、猿たちは逆さまになって降りることができます。頭が下、着地する場所を確認しながら降りることができる。できないですね。そうですね、高崎山の保育園、園長保育はいないですよ。